あなたの就職活動をリクルーターがサポートいたします。これまでに出会えなかった非公開求人、スタートアップ、上場企業など幅広くご紹介いたします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。地方私立大学26卒就活生の面接チャレンジ。はい、今回は加藤さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は面接の設定が IT コンサルの最終面接ということで、熊谷さんと株本さん面接官役として質問の方よろしくお願いしますということで、じゃあ始めていきたいと思います。ではここから面接なので、はい、改めて簡単に自己紹介と、あと学生時代に頑張ってきたことを教えてください。地方のどこかの私立大学に所属しております加藤と申します。私はですね、魅了と刺激的な日常を送ること、この2つがですね人生のミッションとしておりまして、最大の強みはリバース、拡散的に考えることがすごい好きで、まあ、欲望だらけなんですけれども、紙くどくとフルスタックエンジニアなんですけど、まあ、ウェブのインフラを作ることがすごい好きで、これを軸としてさまざまな業界業種にとらわれずにいろいろやることが好きです。で、学生時代に取り組んできたことは、ちょうど大学入ってから最初メディアから始めたんですけど、そういうサイトを作っておりまして、そこを一生懸命取り組んできました。今回出会うことをすごい楽しみにしてたので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょっとメディアを作ってきたその活動の内容をより詳しく教えていただいてもいいですか？一番力入れたのはインフラでして、開発環境なんですけど、 AWS とか想像していただけたらすごい嬉しいんですけれども、いかに高速にリリースできるかっていうことを一番中心として、それからこうウェブのできるだけこうインフラに近い形で服をこう自動で選択しておすすめに表示できるようなアプリとかをリリースするのを一番メディアとして頑張ってきました。なんでまたそのメディアの立ち上げというか運営というかなどをやろうと思ったんですか？もともと私すごい大学入ってからとにかくすごい危機感に追われまして、そうなった時に何か一つずっと続けられるものであって、資産性があるものをずっと続けられたらいいなと思って、それがメディアを始めたわけです。現在事業のようなものの一環としてそのメディアの運営をされているという認識だってます？はい、そうです。収益は上がってますか？収益はそうですね、ぼちぼちなんですけれども、中古車を買えるぐらいには成長したかな。今までの累計で出た利益が中古車1台買えるぐらい、はい、あ、そうそうです。なぜその事業を続けるんじゃなくて就職選ぼうと思ってるんですか？刺激的な日常を送ることにつながるんですけれども、刺激的な日常を送るために今後人生を考えたら、どっかでメディアとか限界が来ると思いまして、そうなった時に最後まで続けられるような、ある意味レールに乗るじゃないですけれども、就職しておこうっていうふうになります。株本さん、質問あれば。いや大丈夫です。一旦休憩入ります。いや今日も長丁場だけど、今しか何やってんの？ああ、これですか、 DYM 就職です。僕あの YouTuber だけだとちょっと不安で、まあ、将来転職しようかなと思って一旦登録してみたんですけど、でも会社員経験ないから本当に就職できるか不安なんですよね。リクルーターに相談してもらえれば、おすすめの求人とかマッチする会社たくさん紹介してもらえると思う。本当ですか？手に職つけたいなら DYM 就職おすすめですね。はい、ということで面接終了となります。お疲れ様でした。フィードバックの方お願いいたします。思ったまま辛口目でも大丈夫ですか？大丈夫です。はい、話が非常に理解しにくいというか、端的に言ってしまうと分かりづらくて、前提条件がすり合わされてないままいろいろこうワードを発していただいても、何のことかっていう、どこまでかってその理解が全くできないんですね。メディアの作って誰かに納品して、それによって売り上げ上げたのか、作ったメディアを運営していたのか、そのメディアを事業のような形で運営してるんですかっていう質問をしないと、推測はできるんですけど確定情報が入ってこないんですよ。おそらくアピールしたかったことって、自分が能動的にというか主体的にメディアをまず作ろうというところを思い立ってから実際にそのメディアを作りましたと。でそのメディアを運営して、まあ、ちょっとどんな形でか分からないですけど収益を得ましたっていう経験を、多分一番の学生時代頑張ったことアピールポイントとしてお話ししたかったのかなと思ってるんですけど、じゃあそのメディアって言っても、じゃあ言葉の取り方っていわゆるマスコミみたいな意味でのメディアなのか、ウェブサイトなのか、まあ、アプリだけなのか、あと内容コンテンツがどういうものでターゲットはどういう人たちにどんな価値を提供して、で広告収入によってマネタイズしてるのか、ないかもしれないですけどユーザーから課金してるのかとかっていう、そのあたりの内容が全く伝わってこないというか、こと細かくこちらから聞き直さないと何をやってたのかよくわからないっていうのがありまして。ありがとうございます。この部分かなと、まずは。でそれが分かって初めて、じゃあその上で苦労何だったんですかとか、じゃあ制作会社じゃなくてなんでコンサル希望してるんですかとかっていうところに初めて入っていけるんですけど、ちょっと尺の都合もあってそこまでたどり着けなかったかなみたいな感じです。はい、じゃあ株本さんお願いします。はい、今熊谷さんが言った通りですね、ちょっと何言ってるか全然よく分かんなかったんで、一つアドバイスすると、賢く見せようとしすぎですね。
普通に友達と話す感じでいいので自分の言葉で話してください。リバースって言ったあたりから聞く気なくなったというか、変な言葉使わない方がいいです。逆にバカに見えます。中古車1台分も意味わかんないです。いくら買って普通に言えよってやっぱなりますね。なのでこれあるあるなんですよ。就活始めて大人と話すからちょっとこう今までの喋り方ダメなんじゃないか、横文字とかどんどん使った方がいいんじゃないかって思うんですけど、全然そんなことないんで安心していつも通りひらがなというかいつもの自分の言葉使って話せば大丈夫です。むしろそっちの方がいいです。普通に友達といつも通り日常会話する感じで喋ると、変に格好つけたりとか大人のイメージに寄せなくて大丈夫です。そっからですね、まずは話は、話す内容もそうです。メディアやって刺激がとか一個一個よく意味が分かんないので、友達に話すと思って話す内容をちゃんとデスマスつけて話せば十分です。基本的には喋る内容もですけど喋り方からですね。まずはね、今回フィードバックはモザイクかかってるんで誰だか特定されないので、モザイクかかってる状態なんであえて言ってますけど、喋り方をまだ友達と話す内容でっていうところと、内容はもうちょっとカッコつけずに普通にありのまま喋ってください。大したことないんで、メディアで中古車1台ってバイトして稼ぐのと変わんないですから。そんなの仮に50万だったとして30万で50万でいいんですけど、年間稼いだら月4万じゃないですか。スタバでバイトしてんのと変わんねえじゃんって話なんですよ。それをカッコつけて話すから逆にヘボくダサく見えるんで、50万ですって普通に言えばいいです。一個だけいいですか、喋り方に付随するんですけど、自信がない時の語尾の小ささが顕著だったので、自信ない時こそ語尾大きくしてもいいんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。ということで今回は地方私立大学26卒面接チャレンジでした。ありがとうございました。ありがとうございました。